はい、マリンちゃん先生の工作タイム、アンパンマンのお面を作るということで、これが、パート4になるのかな、次。パート3では、下書きをした絵に色をつけて、パート3からですね、パート3から色塗りに入ってますけれども、で、こんな感じで、ちょっと、だいたい色が、こっちの色やったかな、近いの。だいたい色がちょっとこっちの色で塗ってしまったので、ちょっと実際の色とはちょっと遠くなってしまったかなっていうのはあるんですけど、こっちの色やったかな。まあこんな感じで、なんだよ、目鼻口ですかね、ほっぺた入れたんで、じゃあこの周りの顔の部分を塗るところを少し、全体やってるとね、ちょっともう長々と、長いわってなってしまうと思うので、ちょっとだけ、大体そうやな、まあ5分ちょいぐらいの撮影でちょっとパート4行こうかなと思います。はい、それでは、この辺向けな、この辺でこんな感じかな、マジでいける？よし、じゃあ、開いて、で、これまたね、左側から。面積広いからな、これ。画用紙とかじゃないから、ちょっとえぐれるようになっちゃうかな、あんまりね、ゴシゴシ塗っちゃうと。じゃあ3分の1ぐらい上まで設定していこうかな。そしたら、こんな感じ。3分ですね、今。ガリガリになってきちゃう、これ。すごい感じが、なんか。こんな感じですかね。やば、細かいとこがちょっと雑やと、ちょっとあかんか。白いところをちょっと後で。塗るとして。こんな感じかな、なんか。汚いな。
はい、まあこんな感じでちょっと入っていきます。ちょっとで面積広いので時間かかると思うので、はい、一旦じゃあパート4、ちょっと途中ですけれどもここで撮影を終えて、もっと綺麗にね塗っていきたいと思います。で、次の工程の撮影をつなげていきたいと思います。はい、それではパート5、あ、ちゃうわ、え、パート4かこれ。次がパート5ですね。パート4の撮影を一旦終わります。